南米アマゾン、スピバ部族で最も原始の生活を送る集落に滞在中、取り憑かれた悪霊の除霊儀式を待つ間、先住民の狩猟に同行。するとナスディにこんな変化が。The Great Adventure of Nasty。 ナスディの大冒険 YouTube 版。この日も銃にカメラをつけさせてもらった。この前の場所へ行って様子を見ながら別のところも行く。結構特徴的にその辺の質問を奥まで入ってみんなちょっとしますよ。ジム行ってるみたいな、うん、体けどこれ視線だもんね。これとヘメさはほっちゃりだって何もしてないだもん、うん、分かる違いを何言ってんぐらいにちょっとしてそうだったね。こんなん細いですよ。ここはあんまり普通に行くというのはね。そこの量とか体力作業で。そうじゃ、行くんだよ、こんな。で、まだ獲物取ると、あれ持ってくるんだからね。重いものだったらどうする。そういう人にないけど、みんなが文字になる。トントントン、6パック。本当にやましい、僕、1パック。何パック？最初、シピボーそこは住んでたわ。ここからみんなのシピボー出たらしいです。来年もっとでかくなってる。病院が当たってないからもう全力でこれちゃんと買うようにしてほしいというふうに今は話してる。電話ラロってお手会社がもう入場すると、うん、だからもうこれ何ヶ月後でもっと変化していく。高校生ハンターデルリンの夢はエンジニアになりたい。いずれはリマに出て大学に行きたいんだ。ああ、食べたらすごく力が出るだろ。タルク見てたらみんなみたいになれるかな。なれるよ。でも言ってないから。またここに来て食べればいいだろ。いいかもな、それが。ホルエスと食べして何の部族になるか決めてなろうかなねえ、ただ努力必要やな。すごい、ここになるとこの集落の存在する理由が作んないといけない。いや、マチェット持ってないからこれで僕なんかさせる。身を守るためにバッサー食われる。この木はまだ若いがとてもいい匂いがするんだ。カタワって言うんだ。ナスは何にでも興味を持つ。あれは木材で使うんですか、根っこの。使うよ。というかほとんどの木が使えるよ。長野出したねえな、さん。カピロナを言うか。覚えたな、大体。今回木結構覚えましたね。ジャングルには危険な木もたくさんある。寒くなってしまう。あ、でっかいほら、その木。パシャカという木だよ。それ500年ぐらい。めちゃくちゃ長くない。遠くまで来るとこんだけでかい木もある。これより大きい木がある。これまだちっちゃい。ラババヤナティータだとこんな大きい。よかった。夏水よりでかいの。八島のウィルソン株よりでかいね、こっちの。これはないっすね。日本でこんなでかいのあったら名所になる。まだまだでかいのがあるぞ。八島にウィルソン株ってウィルソン株を見つけた杉の木。切り株が中から入って上を見るとパーツになってる木がある。それでもちっちゃい。カピロナの木があるぞ。あ、カピロナ綺麗。綺麗やな、やっぱカピロナ綺麗やわ。いい木やわ。漁の途中だがナスが何にでも興味を持つため部族の方々も喜んで教えてくれる。これより全然でかい。これよりでかいのもあるぐらい。そうそうそう、先生。あれ木の紙ですか？いや、違います。ジョージ。あ、ホルエさん。ホルエです。動物の音を耳で聞き分けて獲物を探すのだが、
これまで何度か漁に同行した結果、その能力をナスも身につけた。何かいるぞ。あっちだ。当たりだ。体も大きいけど声もでかい。早くしてくれ。2日前から何も取っていないフランシスコは焦っているのか、スタッフを置いて走っていった。一方、集落ナンバーワンハンターもう一人のフランシスコは焦らず獲物を追う。そうだ、あっちだ、あっちだ、行こう。高校生ハンターデルリンは木の上に獲物を発見。口で音を出し、獲物が移動したところを狙う。外した。焦るフランシスコはデルリンの銃声で逃げ出した獲物を狙うが、なかなか撃てない。ナンバーワンのフランシスコも動き始めた。一方、ナスは他の動物がいないかキョロキョロ。隠れてしまって動かないな。大きな獲物だったけど、この木に逃げたんだ。俺に任せろ、追い出してやる。上にいるぞ。見えないですね。出てこない。隠れてる。上にいて隠れる。でも火揺らして出そうとしてるんですね。頭出したら。これはもうパン。なかなか出てこないんですね。結構。猿賢いですね。賢いです。はあ、今日はダメですね。前晩、こういう日もある。漁を始めて6時間が経過していた。諦めムードが漂う。親父と漁に行った時に撃ったよ。ジャングルの中を歩いていたから殺したんだ。夜行性だから夜が危険だ。まだ獲物を仕留めていないフランシスコにホルヘがこんな一言を。おいしゅうふたらすフランシスコのブランコ。Otra vez te fuiste cero. わざと逃がしてやったんだよ。でもあなたはね、下手だからセロ。ホルヘのその言葉に現場の雰囲気が凍りついた。じゃあ行こう。ホルヘさんが、この若い男の子は猿を2匹取った。フランシスコさんはアリクイを取った。もう一人フランシスコさんは取れなかったから0点だって言ったんですよ。だから意地だと思いますよ。ちょっと本気になってるもん。でもカメラ行ってないんで、全く一台も。一人で行っちゃったから。取ってるとこを取れないっていう。もう森入った瞬間、今日は無理やなと思いました。森入った瞬間に動物いるかどうかは分かんないですけど、部族の人が入った瞬間に諦めたのは分かります。あ、この人たちが分かってて、それを感じました。取れない空気は分かった。ナルリンさんとフランシスコさんが、もう一人フランシスコさんにすごく気を使ってる。あの人にいいとこ持ってかそうとして思ってる。あの人もうまいんですよ、ちょっとうまい。でも絶対普通に取れない日なんかありますよ。ありますよ。その後1時間が経過。ああセロじゃん。意地で獲物を探すことさらに1時間。まだ帰らない。待ってろ、今度は取ってきてやるよ。何かを発見したのか、森の中へ。一気に加速。
そして慎重に位置を確認し狙いを定めた。当たったのか。さらにジャングルの奥へと進んでいき、再び銃を構え、果たして。一方、高校生ハンターデルリンも容赦、当たった。フランシスコが戻ってきた。2発銃を放ったが、その手には2匹の猿。もう1匹はあそこだ。そう、そう、仕留めた猿が木に引っかかったんだ。木に引っかかってしまった猿は揺らして落とす。この猿は売らない、食べるんだ。3匹一瞬で行こう。スズダル3匹、結果取ったしな。フォルエさんの挑発にイラッときたのか、取ってきた時のドアヤ顔がフォルエさんに向けるもんでしたね。そうそう、1個分かりましたけどね。鳥より猿の方が撃ちやすい、数も多い、だから取ってる。あれ普通取んないんですよね、きっとね。なんかそんな感じしましたね。僕らの感覚で言うと、タイ釣りって1匹も釣れなかったから、わりかし港の近くでサバを50匹ぐらい釣った感覚でしょうね。スザル自体がそんなに誰も撃たないから近くにいるんですね、村の。ジャングルの中に逆にリスザルいなかったですもんね。比較的村に近いから、バナナとかあるところ。果物、バナナって増えやすいんですよね。切ったバナナを土に刺したらペペペペペペ、ね、まだそう、根っことかなくね。ちょっとあれ獲物入れるやつだったんだ。ちっちゃいリュック捨てて、何入れてんのかな。サビ入れて、高校生のリュック開けたらリスザル2匹出てくるんです。ちょっとイケメンの男子高生のリュック開いて開けたらリスザルが2匹出てくる。来た。日本だと携帯出てくるとこです。 iPad とか。うん、また強いのかな。何でもできんのかな。帰り、喉が渇いたので果物を木の棒で落とす。ジャングルフルーツ貝の実を食らう。やっべ、うんめえ。柿、チゲコショウ出てくる柿、高村幸三さんのちょっと売れた柿。うんね、やべ。僕一番好きな食べ物は柿なんですけど、すげえうまい。超えてるわ。ものすごい野性味のあるジューシーな柿。宮崎県の完熟マンゴー食べた時ぐらいの衝撃を受けてました。うん、うわ、うん、レモン。ジャングルのレモンはうんね。レモンってよりや、あんまりそうでもないもん。グレープフルーツ、レモン、日本のとは全然違いますね。イメージ発作、甘くない、酸っぱさと旨味のある発作。めちゃくちゃうまい。もったいないぐらい美味しかった。もったいないぐらい美味しかった。もったいないぐらい美味しかった。一生覚えれてるかな、この味。全然食べたことないでしょ。すげえうまい。ニワトリ、部族の村で部族からニワトリ飼って25猿で、現在思い出すかなって。そうそうそう、なると思った。思い出した。一瞬で思い出した。で、自分の変化に驚きました。もうもはや美味しそうとしか思わない。滞在期間が長くなり、部族の方にこれ以上迷惑はかけられないと、軽めの夕食をスタッフが調理。沖縄のソースとかね。あれ、ノーエスニック塩味のチキンライス。完全にジャングルの酵素がいっぱい入って、すごいオリエンタルの空気になっていて、胸身で淡白なんですけど、パンチがあってだしがすごい効いてる。全然フライしてないのにフライドチキンの味がある。でもあっさりじゃないですか。本当は一匹丸ごといけるやつ。一口目とほとんど変わらず美味しいでございます。美味しゅうございます。やべ、猿食べる前にもうまあまあお腹いっぱいになってきてるわ。取ったばかりの猿、いよいよ調理。また JB がいます。あ、そうそう、
顔がずいぶん綺麗になったわね。あ、母ちゃま。あ、母ちゃま。今日の夕食、水ざるになります。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。